こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、まず雑穀ミックスを熱湯でふやかしておきます。雑穀ミックスはお米に使うもので OK です。 30g、 熱湯 30g をよく混ぜて2時間ぐらい室温に置いておきましょう。はい、2時間経ちました。ミキシングをしていきます。水分ですね、あと粉類がこちらに入っています。はい、水分はレーズン酵母 40g、 お水 108g、 コントレックス 25g、 粉類はリスドール 180g、 全粒粉 20g、 ライ麦粉 25g、 塩 4.5g。 袋の中でよく混ぜてから水分に加えます。そして先ほどふやかしておいた雑穀ミックスと熱湯を混ぜたものを加えていきます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。角のところにね、お粉が溜まりがちですので残らないようにしっかり混ぜていってくださいね。ボウルを回しながらね、混ぜてあげるとムラなく混ざります。雑穀のいい香りがとってもしますよ。たまにね、ひっくり返してね、しっかりね、お粉が残ってないか見てあげてくださいね。そろそろ大丈夫そうなので生地を伸ばしていくという作業をしていきます。ゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます。できるだけね、生地をね、長く伸ばそうというふうに意識をして伸ばしてあげてください。ただですね、まだグルテンができてませんのでブチ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 切れても構いません。こちらをね、だいたい7、8回やっていきます。タッパーを回しながらやっていきましょう。じゅんぐりとね、やっていってあげるといいかと思います。この後ゴムベラを一度きれいにして蓋をしましたら20分室温に置いておきます。室温なんですが18度から24度ぐらい、私たちがその場所に行って心地いいという温度と同じところに置いておいてあげてください。20分経ちましたので1回目のパンチをしていきます。生地の一部をゴムベラに引っ掛けてゆっくり持ち上げていきましょう。はい、2回目です。ミキシングの時よりも生地が伸びるようになりましたよね。ここまでね、伸びるようになるとちょっと気持ちいいですよね。はい、4回目です。5回目、タッパーをね、回しながらやってくださいね。同じ場所だけではなく、まんべんなくやっていくことが大切です。はい、こちらですね、7回か8回してあげて、また室温で20分置いておきます。はい、2回目のパンチをしていきます。またね、同じようにやっていきますよ。ゴムベラに生地の一部を引っ掛けて、ゆっくり持ち上げていきます。伸び方も違ってきたの分かります？かなりね、強くなってきましたよね。1回目がね、すごく伸びたので2回目以降あまり伸びなくなってきました。強いグルテンができてきましたね。こちらをまたね、7、8回やっていきます。7、8回やりましたら一度ね、ゴムベラをきれいにしてタッパーの蓋をして一次発酵に入ります。一次発酵なんですが、2倍ぐらいになるまでね、室温に置いておきましょう。なるべく暖かいところに置いておいてあげると発酵が早いです。はい、2倍ぐらいまで発酵しましたので、その後冷蔵庫に入れておきます。今まで室温に置いておいた時間とこれから冷蔵庫に入れておく時間、合わせて17時間から24時間置きましょう。はい、17時間経ちました。またね、少し膨らみましたよね。じゃあ生地を出していきます。タッパーの蓋に生地がくっついた時にはね、カードを使ってよく取ってあげてください。蓋にくっついたね、生地もね、しっかり取っていきますよ。15センチのボウルを用意します。その上に布巾をふんわり乗せてあげたら、打ち粉をね、かけていきます。打ち粉はリスドールを使っています。たっぷりかけてくださいね。
硬化水の生地なので打ち粉を、ね、多めにしてあげないと生地がくっついてしまいます。中心に特に、ね、多めにかけるようにしてください。はい、じゃあこちらちょっとね横に置いといて、で生地を出していきます。生地の上に打ち粉をふるっていきましょう。ベタつかない程度にね打ち粉を広げていきます。タッパーと生地の間にカードを差し込んであげて、タッパーと生地を離していきます。はい、離れましたらひっくり返して出していきます。自然に落ちるのを待っていきましょう。綺麗な網目ができてますよね。タッパーに生地がついてましたらそれもね取ってあげましょう。はい、ちょっとまだ高さがあるので少し広げてね平らにしていきます。自分の正面の生地を中心に持ってきます。そうしましたら反時計回しに生地を回しながら正面の生地を中心に持ってきて一周させていきましょう。一周しましたら周りから生地を集めてしっかり閉じていきましょう。この後最終発酵に入っていくんですけれども、それと同時にオーブンに予熱を入れていきましょう。ご自分の持っているオーブンの最高温度で天板を入れて予熱を入れていきます。生地をそーっと入れていきます。思い切り入れちゃいますとせっかく振ったねお粉が全部落ちてしまいますので、そーっと入れていきます。はい、生地の周りにもね打ち粉ちょっと振ってあげます。生地をね中心にね少し寄せてあげて打ち粉を振っていきましょう。はい、この状態で発酵させていきます。35度の発酵機で50分発酵させていきます。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているのでより分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧ください。50分経ちました。室温で発酵させた人はね生地の横を指でちょっと押してみて指の跡がね残ったら OK です。はい、そしたらねオーブンシートと板をかぶせてボールごとひっくり返してあげましょう。ボールを外してそーっとね布巾も外してあげてください。くっついちゃった時はねカードを使って取ってあげるといいですよ。クープを入れていきます。十字に入れていきます。下から上に向かって入れていきましょう。厚さ3ミリぐらいですかね、同じ深さにしましょう。はい、切りにくかったら何度もナイフ入れてしまってもいいです。特に中心部分の交差している部分ですね、こちらが切れてないということがないように気をつけましょう。はい、じゃあ焼いていきます。はい、焼いていきます。しっかり、ね、温めた天板の上に生地を移動させていきます。生地の上にはオーブンシートをかぶせておいてください。そうしましたらね、オーブンシートが飛ばないように磁石で留めてあげて、スチームを入れていきます。私は 50cc の熱湯を温めておいた石に向かって入れていきます。電気オーブンの人は5分入れていきましょう。このまま5分焼いていきます。5分経ちましたので、オーブンシートを外していきます。そうしましたら、温度を240度に下げて20分さらに焼いていきましょう。はい、焼き上がりました。出していきますよ。いい色に焼けてますね。はい、ケーキクーラーの上に移してしっかり冷ましていきます。はい、生地をカットしていきましょう。美味しそうですよね。雑穀のね香りがねものすごくしますよ。厚さ1センチちょっとぐらいがいいですかね。放射状にカットしてもらってちょっとね厚みのあるパンを食べてもらっても美味しいですよ。はい、こんな感じです。押してもね弾力があってねすごい戻ってきます。このパンですね当日食べても美味しいんですけれども、翌日ね食べるとねもっと美味しくなります。こちらのパンは日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編に載っています。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。